今回は東大の和訳問題ゴー。漢字ですか。もう面白いな。なるほどね。はい、え、あ、うわ、ハローで始まりました。さあ、今回はマリマさんにおいでいただきました。はい、今回は東大のですね、和訳問題。前回は 4A の正誤問題やってもらったんですが、今回は 4B の和訳に挑戦していただきます。これは皆さんでもできるんじゃないですか、逆に。まあ、和訳の方が正誤よりは、はい、できる人が多いかなと思いますんで、まあ一応和訳問題もね、アメリアティアと対決したのとかも出てますんで、うん、まあそちらでもやってましたから、はい。じゃあ今回は、どうなのか、帰国子の力見てみましょう。はい。レッツゴー。そんなやったことないよ、レッツゴーとか。では、取れるのか、見てみましょう。ちょっといいですか、はいはいはい、何ですか。え、これ Food and Feelings の話してるのになんで Food and Feeling になってるんですか。え、どういうこと。 Food and Feelings、はい、Food and Feeling、 あ、これが Based on これってなってるから、はい、フードは変わってる。そうそう、はい、大丈夫ですか。ダメですね。漢字ですか。漢字は苦手だった。影響、はい、あー、影だ。それ影響のより今日、今日は影やったね。すごい、もう終わったぜみたいな。携帯がピカ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 光っててびっくりした。ドキドキ。光ってた？ドキドキピカピカって光って何があったのみたいな。まず読んでもらって、ここ河川部、はい。Right from the start, food becomes a way to satisfy our feelings, and throughout life, feelings influence when, what, and how much we eat. はい、そうですね。Right from the start とかそのまま Right from the start って書いてあるんだけど。瞬間ってことなんか。うん。ここに書いたけど、なんていうの、なんかその一瞬で食は私たちの心を満たす方法となり、またなぜ何をそしてどれくらい食べるかによって人生においての感情に影響をもたらす。もう、なるほど。ものである。え、from the start って何ですか。 Right from, I don't know. Right from the right 抜かして from the start って言ったら、もう生まれた時から、まあまあまあ、最初からって言うんですね、うんうんうん、で、この the start が何を指してるか、何の最初からなんでしょう。食べた瞬間から。そういうことですね。で、瞬間、ほら、その瞬間、その瞬間ってどの瞬間。だからもう最初に食を感じた時からって。まあまあまあ、そういうことですね。最初に食べた時からってことですね。だからそれをその瞬間って書くのも面白いなと思って。なるほどね、感覚として。最初食べた時から食は私たちの心を満たす、まあ、方法となりっていうのもなんかちょっと違うんですよ。なんか A way to satisfy、 なんか方法、それメなんか こうやって書いちゃうとメッセみたいになっちゃうから、 うまい日本語が欲しいんですけ ど食べた瞬間から食は私たちの心を満たしでもいいのかな。あとはそうですね、いろんなパターンで言うならば、まあ手段とか。ああ、いいですね。手段となり、またなぜ何を、そしてどれくらい食べるかによって人生においての感情に影響をもたらす。食べるかによって。え、だからそのなぜ何を、そしてどれくらい食べるか、うん、に影響するんですよね。ああ、そう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 。食べるかに影響するです。食べるかによってではないですね。だからここが限定されちゃいます。に影響します。食べるかの感情に影響をもたらすってことです。ああ、はい、食べる。くどく言ったら。そう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 、そういうことです。うん、その食べるかの感情、まあ、食べるかに。はい。feelings だ、気分っていうのが影響するわけでしょ。はい。いつ何をどれだけ食べるかに影響するってことですね。だから気分が影響する。これだと食べ物が気分に影響し、感情に逆になっちゃって。食べ物をダメじゃないですか。ダメです。はい。え、全然わかんないこれ。読んでください、まず。The power of sugar to soothe appears to be present from the very beginning, with effects demonstrated in those as young as one day old. さあ、ここですね、後ろね。糖分を取って落ち着くことは小さい頃から備わっている。ああ、まあ落ち着く力っていうのが appears to be ですよ。かも。
かもまあまあようだってことですね。はい、seems to be と同じですね。With effects demonstrated in those as young as one day old。この those as young as one day old か。はい、これどういう意味でしょう。分かんない。瞬間から。そう。まだ出た、生まれた瞬間。生まれた瞬間とは書いてるんですね。まあ、小さい頃から。そう、as young as one day old だから。この動作は。幼少期から。いや、one day old。あ、だから1歳目から。1歳じゃない、one day だもん。ああ、1日目から。1日目からだから。だから生まれた瞬間じゃないですか、それ。ってことで、この動作は何ですか、つまりは。動作は何ですか。If effects demonstrated は分かるわけですね。With effects demonstrated、その効果が demonstrated は。Example みたいな感じ。まあまあそうですね。示されているってことですね。はい。で、これに示されているわけですよ、効果がさ。何にって言った場合に、ここで those が来て、一体この those は何なんだってことですね。感情。気持ち。だって、as young as one day old がかかるんですよ、those に。Those? 私たち、we。つまりこれ、those?Who are as young as one day old って言うんですね。え、1歳の子がってことですか。生まれて1日目の子。そう、子供たちとか赤ん坊って訳さなきゃいけないですね。この those は people なんですけど、だからただ人々とは日本語で言えないので、生まれて1日の人々とは言えないので日本語では。なのでそこをちゃんと赤ん坊とか赤子とか。小さい。ゲー、それでもさ、もう from the very beginning と全部まとめてる。後ろ全部ぶっ飛ばしてまとめられちゃってる。え、でもニュアンスとしてはあれですか、糖分を取って落ち着くっていう感情っていうのは1日目の赤ちゃんの時から感じなんか備わってるよみたいなってことですか。そう、砂糖の落ち着かせる力ですね、っていうのが糖分を取って落ち着くことってまとめられちゃってますけど、ああ、もうちょっとブレイキングダウンした方がいいブレイキングダウンしたって、もうそうですね、この落ち着かせる力っていうのはもう最初から備わってるようであると。で、それはもう生まれて1日の子供にも見られるその効果はっていう風にやってやらないといけません。いや、まあ、イエットみたいな感じで、ね、続いてどうなのみたいな感じで続いてはいますね。このドーズがね、何を指してるかっていうのがポイントでした。こういう赤ん坊たちにも見られますよという傾向が、はい、効果、影響が見られるよってことでした。さあ、うわ。The choice of comfort food depends on unique memories of both good and bad timesand the food associated with them. What's comforting to me might not be to you. はい、これは省略があったりとか、アソシエイティブズビュー、本当好きなんですよね、東大ね。さあ、食べたら心が休まる一品、落ち着ける一品。一品と訳したんですね。いや、だってコンフォートフードは僕書いてあるから、コンフォートフードでいいよって。いやいや、まあそうなんだけど、コンフォートフード、はい、一品って言ったらかっこいいじゃないですか。かっこよくないです、全然。食べたら、うん、まあ落ち着くコンフォート。チョイスはチョイス。The choice of comfort food。あ、落ち着きたい時に食べる一品。あ、もう品としたのね、チョイスを。選択を品としたわけね。すごいな、はい。落ち着ける時に食べたいものってあるじゃないですか。はいはいはい、ここではチキンスープって言ってるけど。はい、っていうのは、チキンスープに、その一品に、そのいい思い出の印象か、悪い思い出の印象があるかによって。これ何ですか、この帽子をかぶった男の子がなんかピョンってやってるみたいな、これ。これ何ですか、これ。え？いや。ちょっと。こうでしょ？ああ、そうですよ。全然、なんか全然違うでしょ。なんか帽子かぶった男の子がビヨーンってやってるみたいな。これ印象そうな。いや、ショーじゃん。いや。早く書いたらそうなるの。はい。そう、意味思い出か悪い思い出があるかによるから、どのように一品が関連しているかっていうことが、まあ、チョイスをするときに重要です、はい。影響してます。そうそうですね。で、メモリーズが影響してるんですね。そう、はい。自分にとってのコンフォートフードと相手にとってのコンフォートフードっていうのは違うよねって。そうそうですね。自分にとって落ち着かせるものっていうのは。って思ってたとしても、相手にとっては全く別物である可能性がある、はい、そうですね、はい、ということで意味はちゃんと分かっているんですが、全部一品で言った一品か、まあ一品なの、一品一品で、一品で行くんだ、もう別に一品にする必要はないじゃん。コンフォートフードっていうことですよね、はい、主語が。そう、それをどう選ぶかっていうのは、メモリーズに依存してるっていうことですね。はい、まあまあまあ、だから状況は分かっているけれども、不思議な日本語。森口さんのコンフォートフードは？コンフォートフード、あるのかな？そんなの考えたこともなかったですよ。食べて落ち着く食べ物なんて、よくよく考えたら。だからチキンスープなんてさ、これもなんかもう完全にアメリカ人じゃんって思って、ね。まあまあ、そうだよね。アメリカ人だったら、まあ確かに
かにチキンスープでも日本人にとっては全くチキンスープっていうのはコンフォーティングフードでも何でもないので、うん、なんだろう、ママのご飯かな。それだから普通だったら日本だったらまあ味噌汁とか、そういうものになるんじゃないかなと思いますけどね。目玉焼きとか。で確かにお味噌汁は海外に行って飲んだらはぁーってなりません？あります、そういうの。でも持ってきますもん、インスタント味噌汁、そういうのがチキンスープっていうのはそういうものなんだみたいに書いてあるけど、それは文化によって異なる当たり前だよと思いながら、それは文化によって、キムチ食って落ち着くとかならないでしょ。日本人向けなのこれじゃないですよ、もちろん日本人向けて書かれたものではないので、うん、ということで、まあまあまあ内容はちゃんと分かっているという感じですね、はい。うわ、これで一生分かんなかったんですよ、この、この単語、うん、あー、チャックとね、はい、下に書いてある、書いてある、下に書いてあります、中、うわ、いや書いてあります、ちゃんと読んで、それだったらもうちょっと早く分かってるのにね。そう、しかもだってコンフォーティングフードもコンフォートフードって書いてあるのに使わずに、まさか食べたら落ち着く、心が静まる落ち着く一品とかいう、なんかすごいすごい楽になってましたけど、はい、これが、はい、東大の問題でした。皆さんは解けましたか？はい、やっぱ結構そのローズのところが苦戦してた人が多かったですね。はい、はい、マリマさんに、もう今は早稲田卒業したから何でしょう、フリーターじゃないよフリーターじゃないよ、はい、会社員ですよ、ちゃんと。はい、あ、でも週末アイドルで、週末アイドルで、はい、ということでした。ありがとうございました。バイバーイバイバーイ